みんな、実験家族が始まるよ。みんな、外に出られないときは何して遊ぶ？テレビゲーム？いやいやいや、そんなときこそ科学工作で遊ぼう。今回はイントラタコ揚げ競争。パパッと作れてすごくよく上がるんだ。さあ、早速作ってみよう。最初にテグス、9センチに切ったテグス、これをくっつけていきます。で、これつけるとき気をつけてください。縦と横間違えないようにしましょう。横です。横向きにして、だいたい上から3分の1、この辺り、端っこに貼ります。はい、そうしたら、もう一回セロハンテープを1センチくらいの長さに切って、テグスの方に貼ります。はい、そして、引っ張って大丈夫です。これも端っこにピタッと貼ります。そうすると、どうなってるか。じゃん。歪んだような形になってますね。これで大丈夫です。70センチに切った長いテグス、はい、これを準備します。これも端っこにセロハンテープをつけて、上から1/3、この辺りかなにペタッと貼ります。これも気をつけてほしいのは、なるべく真ん中に貼るように気をつけましょう。そうしたら好きな色を組み合わせて貼った折り紙をくっつけていきます。まあ、タコでいうと尻尾って言われる部分ですね。つける部分は真ん中の下のここら辺にくっつけます。さて、これで完成。はい、じゃあ完成したタコを早速揚げてみたいと思います。うまかまか。ちなみに今回作ったのは10センチのサイズ、特別に今回はじゃーん、ワインの大きさ20センチのサイズ作ってみました。ほら、風が吹いてるので、すごく肌が上がってるよ。見ないでください。ほら。さあ、解説編だよ。今回、このタコが上がる仕組み、それはですね、タコが斜めになっていると反対側から風が、この風がタコに当たると斜め下の方向に向かって風は流れてきます。で、そうすると反作用、反対側の力が働きます。こっち側の力です。するとタコは上に上がってきます。そしてタコにこの尻尾がついてますね。この尻尾があることによって、タコはこの尻尾の方向に引っ張られる力も働いているんです。そうすることによって、より安定してタコは上に上がっていくことができるのです。さあ、このインドアトカゲ競争の作り方や原理は YouTube の動画概要欄の URL をクリックしてみてね。今回はどうだった？次回もお楽しみにね。